こんにちは、スイッチマンです。今回はスパロボへ、完結編で最強の味方女性ニュータイプパイロット、強化人間も含む、は誰だをやりたいと思います。以前やった男性版の時と同じ方法でやりたいと思います。こちらの動画もよかったらご覧ください。公平を期すためにレベルは99で、時間が入らないように純粋に各パラメータの数値の合計でランキングします。飛型適応は A の場合、攻撃力と装甲が B の 1.2 倍になることから、 A を12、B を10として数値化します。その他にニュータイプレベルやシールドレベル、切り払いレベルなどもその数値だけで判断します。ニュータイプレベルも1違うだけで回避と命中の補正が変わってきますが、その辺は計算がややこしくなるので無視します。今回のランキングはただ純粋に数値の合計で優劣を決めるだけです。精神コマンドなどでの実際の使い勝手は考慮しません。では、今回ノミネートされた女性パイロットたちを紹介します。と、その前にハマーン様を入れると彼女が確実に1位になるので、ハマーン様は絶対王者として君臨してもらいます。そのハマーン様に挑戦するという形でランキングします。ボクシングのランキングみたいなものです。では、王者であるハマーン様から、政治家でもありパイロットでもある忙しいお方、モビルスーツに乗るときにノーマルスーツを着用しないという、被弾しない絶対の自信があるのでしょう。あと、髪型がすごい。そして、一人目の挑戦者は、ポー・ムラサメ。紫色の唇が似合うのは、この人だけだと思います。ちびまる子ちゃんの藤木くんでは、足元にも及ばない。劇中では悲劇的な最後でしたが、スパロボでは生存していることが多いです。二人目はロザミア・バダム。カミーユの妹っていう無理のある記憶を植え付けられた不安定な子、名前がエクソシストに出てきそうでちょっと怖い。スパロボではこちらの行いによっては生きてたり死んでたりと忙しい人。三人目はエルピープル。具現化されたおじさんキラー。お風呂とパフェが好き。プル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 ー。4人目はプルプープルの2番目のクローンだから、プルプープルの激しいとこだけ思った人とのこと。ちなみにバストサイズはプルよりも上で、まだ10歳やぞ。最後の5人目はセシリー・フェアチャイルド。優等生って感じの子で、私があだ名をつけるならパン屋の娘ってことで、ロイヤルブレッド。最近のスパロボではベラロナでの登場が多いのかな。この5人でハマーン様に挑みます。では、各パイロットの能力を見ていきます。ハマーン・カーン。射撃は関数との255、格闘も244と高いです。回避は400超えで、技量も高く、男性ナンバーワンのクワトロといい勝負しそうです。飛型適応もすべて A ですが、ハマーン様が水中で戦ってるの見たことないな。ニュータイプレベルと切り払いレベルも最高の9で、バグのせいでハマーン様にファンネルは効きませんね。フォームラサメ。射撃は関数とできず241、格闘は低めで216。回避、命中は380台で、ハマーン様と比べると、見劣りします。飛型適応は海以外は A なので、問題ないですね。強化人間レベルは8で、最高の9には届かず。でも、シールドレベルは7と、高めではあります。技量もそこそこ高いので、十分一軍として戦えます。挑戦者1人目ということで、以降は4が基準となります。ロザミア・バダム。射撃は4より低いが、格闘は高いです。命中や回避も4より若干低いだけでほぼ変わりません。強化人間レベル、シールドレベル、
切り払いレベルも全く、4と一緒ですね。気温が若干4より高いが、地形適応などは一緒です。同じような強化を受けたということか？エルピープル。射撃は4やロザミアよりも高いですが、格闘がかなり低いです。命中、回避は同じくらいですね。器量は10歳という年齢もあり、低めに設定されてるようです。だが、ニュータイプレベルは最高の9まで上がります。シールドレベルと切り払いレベルは発動したらラッキーってぐらい低いですね。これは格闘の低さも関係あるのかな？地形適応はオール A です。基準がわからん。プル2。プルのクローンのはずなんですが、微妙に能力に違いがあります。格闘、回避、反応、器量はオリジナルを超えてます。射撃のみが1低いだけで、ほんの少しですが、プルの上位互換みたいな感じです。特殊技能の強化人間レベルも最高の9で、フォーやロザミアより強化されてるようです。シールドと切り払いは、プルと一緒でおまけ程度ですね。地形適応はオール A となってます。セシリー・フェアチャイルド。射撃と格闘、回避は4より若干高く、命中は低く設定されてます。器量は4と全く一緒です。ニュータイプレベルは8もあります。シールド、切り払いレベルは普通って感じですね。地形適応は海以外は A となってます。個人的にちょっと能力高すぎないって感じがします。それでは各パラメータのランキングを紹介します。格闘、格闘はロザミアが1位で、最下位のプルとは20ほど差があります。ハマーン様とプルでは44も差があります。射撃、さすがの貫禄でハマーン様はカンスとの255。射撃は今度はプルが1位で、ロザミアが最下位となり、乱戦です。回避。ハマーン様のみ400超えで、他は混戦です。プル2とセシリーが同じで1位なんですが、セシリーの回避の高さは意外でした。命中。ハマーン様は400に一歩届かず398。他の5人もハマーン様には劣るが、同じくらいの数値ですね。反応、反応はセシリー以外はハマーン様に近い数値となってます。なんでセシリーだけ低いんだろ。器用、器量の高さはハマーン様が頭一つ抜けてます。それに続きロザミアやフォーが続くんですが、セシリーのこの順位もちょっと意外です。プルとプル2はまだ幼いからこんなものなのかな。ニュータイプ、強化人間レベル。
ップルとプルプーがハマーン様と同じ最高の9まで上がり、他の3人は8止まり。これはハマーン様以外は高すぎる気がしますね。シールド防御レベル。ハマーン様と4、ロザミアが同じレベルです。プルとプルプーはお情けでついてるレベルです。切り払いレベル。これはハマーン様が最高の9となっておりますです。プルとプルツーは防御系の技能はからっきしですね。地形適応。ハマーン様はさすがのオール A ですが、プルとプルツーまでオール A とは思いませんでした。では、これらのすべての数値を合計したいと思います。このような結果となりました。ハマーン様が女性味方パイロットの中ではダントツ1位です。しかしまさか、ロザミアが総合で5人の中で1位になるとは。私の予想では、プルか4あたりが1位かなと思ってました。2位のセシリーもかなり意外です。プルは格闘が低かったのが敗因ですね。ちなみに前回やった男性版と比較してみます。ハマーン様はアムロ以上クワトロ未満って感じになります。いかがだったでしょうか。ハマーン様が女性では最強なのは分かってたんですが、ロザミアが彼女に続くとは思いませんでした。あと、ハマーン様以外のニュータイプレベルが高すぎるような気がします。他の5人はプルが高くて7ぐらいで、他は6ぐらいがちょうどいいような気がします。皆さんの意見も聞きたいので、よかったらコメントください。ということで、味方女性ニュータイプパイロットの1位は鉄板のハマーン様で、2位がロザミアとなりました。純粋に数値だけでの評価なので、精神コマンドや信頼補正などを加味するとまた変わってくると思います。では、今回はここまで。スパロボ F 完結編の番外編でした。ご視聴ありがとうございました。